はい、それでは前回の続きからやっていきましょう。ペルソナ5ザロイヤルです。で、今回は双葉とのコープ進めていきたいと思います。双葉とのね、コープね、結構コープアビリティ優秀なやつが多いからね、念のために進めておきましょう。ヤッホー。あとは予告日を待つんだよな。あ、そうだ、約束ノート、次何しようか。ちょっと待って、ね、ちょっと待ってくれ。忘れてた。完全に忘れてた。今日雨降ってないんで、ユウスケいるかな。あ、いないな。ほんじゃ、双葉とコープ進めていきましょう。あと予告日を待つ。盲目点で上がりそう。行きましょう。付き合おう。よし。さあ、ルブランで作戦会議。次の約束。同世代のカルチャーに触れる。ん？次の次の。と一緒にできそうだな。同世代の知らない人と普通に話すと一緒にできそうだな。同世代がいそうな場所、ピンときた。よし、行くぞ。どこ行くの。まあいいことだ、気をつけてな。てか双葉のコープが一番ランク低いんだよね。お、ここはなんだ。あ、ここがファミレスか。例の物はどこだ。あ、ドリンクバー、あの柱の向こうか。お、同世代。マジか、女の子連れじゃん。知ってるの？クラスメイトだ。そうだ。同世代の知らない人と普通に話すって、この男に頼んだら。あ、何の話？実は。普通に話せばいいの？それって、つまり俺と話したいってことだよね。いや。そうじゃねえよ。そういうことなら協力するよ。仕方ないし。うん、ほんと。お、いいやつだ。さくら双葉だ。覚えとけ。え、あ、はい。俺、三島。学校の時といい、今日といい、クリティカルなタイミングで助けが来る。私持ってる？持ってるかもね。私持ってる。同世代のカルチャーを聞かせてって言われてもな。未知の領域。俺がいつもしてることでいいのかな。あのさ、テレビとかネットとか見る、うん、ネットいつも見る。じゃあ俺の得意分野、どの辺の遺体に生息してる。俺は実況系とか多いけど、それとも配信の方。チャンネル教えてくれたら毎回予約とコメするよ。あ、もしかして極止めのチャンネル。それはちょっと勇気いるけど、むしろありがたいっていうか、ドフ。リアルで聞いたぞ、ドフ。あ、あれ？そこ食いつく？そっか、わかったぞ。目を閉じたら思い出せない見た目。凡庸な話し方。異性の匂いに皆無な雰囲気。西島、モブだな。いや、むしろ主役だ。なんだと。人見かけによらないってこういうことなのか。よし、よし、西間が西間で助かった。まあいい、これでなんとか、なんと一挙に2つクリアだ。同世代のカルチャーに触れると、同世代の知らない人に普通に話す。どんどんとレベルアップした気がするぞ。いや、まあ無邪気に喜んでるから放っておこう。よし、ともかく双葉ちゃんでいいのかな。なんか照れちゃうな。この後、うん、帰る。ああ、そう。てか、西間って言われてたことには突っ込まないのね。さあ、今日の夜は、あれだね。デスティニーアイランド。デスティニーランドか。行こうかな。なんたって今日だけで2つも課題をクリアしたんだからな。しかも、帰りに落とし物拾ったから交番に届けた。おー、すごいな。よくやった。レベルアップしたな。まあ、話しかけるのは無理ゲーだったから、こっそり交番前に置いてきたんだけどな。ちゃんとメモ書きつけておいたし、大クリアだろ。ミッションコンプリート。ポリスに比べれば、西間は四天王の中でも最弱だったな。あいつは獅子間だ。今の私だったら、西間クラスのモブなどより楽勝で友達に。いや、なんでもない。とにかく今日はありがとな、サラダバー。西間気に入ってんのかな。
さあ明日はいよいよ予告状を出す日ですね。さてと、今夜のうちに準備を済ませておけよ。了解。今日だったら店の仕事を教えてやるぞ。お、本当に。ただ今日は、そうだな。ベルベットルームの前に行って、双子がね、お出かけでしたいということなんで、連れて行ってあげましょう。さあ、今日はどうする？特別ゲームを始めるぞ。今回の場所は、属性から離れ、夢のような時間を提供すると言われている場所です。デスティニーランド。映画館なる場所で見た空想とはまた違った、また異なった現実逃避のようですね。デスティニーラインとのことだろうか。どうするのだ。行こうか。ズーム。カロリーヌ。あ、喜んでんな、カロリーヌ。お人がいる。あの二足歩行のクマはなんだ？動物の悪魔か？プーさんかな？あの城に主が住んでいるのですか？まずは挨拶に行くべきではないでしょうか。パレード始まったわね。早く早く。なんだ？でかいやつが来たぞ。この能天気な音楽と規則的な舞踏。しかも、みんなピエロのような笑顔です。なんだか頭がクラクラしてきますね。こうやってみんなを洗脳してるんだろう、主人。いや、ただのパレード。本当にそうか。みんな恍惚としてるぞ。あなたも騙されないようお気をつけなさい。しかし洗脳実験までしているとは捨ておけん。ジュスティーヌ、施設内を確認して回るぞ。いや、違うんだけどな。楽しんだのかな？うん。案外に大したことなかったな。そういう割には、あなたキャーキャー楽しんでいたようですが、クマさんが可愛いとか、握手に並ぼうとかなんとか。そこまで言っとらんわ。あえて人間の目線に合わせてやっただけだ、あえて。ほら、あっちにも行列が。行くぞ。うん、仕方ありませんね。散々なランダー挙句、行列の先がトイレとは。あ、なるほどね。あ、狂ったように回転するティーカップに降りたかったんですか。おい、囚人。どういうことだ、囚人。メンヘルなデザインだった。メルヘンか。なぜトイレにシャンデリアが。鏡台もまるでお城にあるようなものでした。もしあれも誰かのパレスか。大風楽しい。うん、確認は終わったな。今日はもういい、帰るぞ。こういった場で人間は目の上のものに対して何か手土産を持ち帰ると聞きました。お、主に買っていくの？喜ぶのか？黒ネズミの耳か蜂蜜の熊の剥製、どちらがいいんでしょうか？え、蜂蜜の熊。撫でる主。ふふ。確かにな。面白いな。どうやら洗脳されていたようです。主はどうぞ秘密で。夢のような世界が存在することは分かりました。今回の課題に答えたことを認めましょう。お、テトラ缶。夢と現実の狭間に迫る我らにとっては少々複雑ですね。さあ、戻りますよ。はーい。さあ、いよいよ今日は予告状を出す日ですね。あ、今日だっけ？なんだかあんな早かったよね。あんた大丈夫？その毎日行ってたし。どういうこと？あー、丸木先生か。なんでずっといてくれないの？私どうすればいいの？でもあんたみたいになってる子多そう。割と女子人気あったもんね。女子人気高かったもんな。今日で丸木先生終わりか。いや。あ、どうもどうもどうも。おはよう。今日のお昼。突然で悪いけど、今日のお昼時間もらえないかな。はい、大丈夫です。空いてるよ。よかった。最後にちょっと話したいことがあってね。最後、そうだった。
僕のカウンセラーとしての不任期間も今日までだから寂しくなるよ。朝礼でお別れの挨拶はするけど、それとは別で君と話したいんだ。せっかくだしお昼は僕が用意しておくよ。とっておきのやつだから楽しみにしてて。なんだろうな。それじゃあ後で。丸木先生行っちゃうんだ。ああ悲しいな。もう半年か。早いよな。早かったね。丸木先生から一言をいただきたいと思います。では先生お願いします。あ、またぶつかる。皆さんおはようございます。教頭先生からお話しいただいたように、本日で僕の任期は終わりです。この半年間カウンセラーとして様々な悩みに触れてきました。恋の悩みから勉強関係、僕と同じお金の悩みの人もいましたね。そんなみんなに僕から最後のカウンセリングです。辛かったら逃げてください。目の前にある理不尽な現実が全てだって思わないでほしい。要するに悩みがあっても思い詰めすぎない方がいいってことです。なるほどね。せっかく生まれてきたんだ。どうせなら毎日幸せに過ごす方がいい。いいこと言うな。そんなみんなの幸せを僕はこれからも応援しています。あ、またやらかした。うまくはいかないね。以上です。半年間ありがとうございました。元気でね。丸木先生。めっちゃ号泣してんじゃん。しようと思ったけれど、少し時間を置いた方が良さそうね。うん、私たちが入れる隙なさそうだしね。うん、邪魔だな。さ、お昼ですね。来てもらって悪いね。囚人で食べる最後のお昼ってことで最高のご飯を用意したよ。カツ丼これ。天丼。こっち勤務になってからずっと気になってたお店のなんだ。あ、天丼か。お値段的に見送ってたけど今日は特別。しかも上天丼だ。お、いいね。いただきます。うん、早速食べよう。おお、うまそう。おお、おお、食欲をそそられるね。どっちもメガネ曇ってんじゃないこれ。何も見えないけど自分もだ。奮発してよかった。やっぱり高いものはうまいよ。この幸福感にずっと浸っていたいね。さて食事も済んだし本題に入ろっか。お、本題とね。まずは報告から。論文完成したよ。あ、本当に？おめでとう。前にも言ったけど君のおかげだよ。本当に君との経験や君の言葉がなかったらこの論文は完成していなかった。改めてお礼を言わせてほしい。囚人の生徒としての君と怪盗としての君にもね。あら、バレてた。なぜ知ってる？否定はしないんだね。そこに置いてある論文のタイトル見てくれるかい？認知科学における現実の解釈と外的要因によるその変化についてと書いてある。実は怪盗団による改心行為は認知科学に通じるものがあってさ、世間一般に認知されている現実とは別に存在する対象者個人の現実に侵入してその世界に対して何らかのアクセスを行うことで対象者の認知に変更を加える手法、それが君たちの行っている改心なんじゃないかと思ってるんだよ。詳しいな。認知科学については
心血を注いでずっと研究してきたからね。もう少し白状すると、今年の4月、ちょうどこの学校の校長に呼ばれ、カウンセリングについての話をしに来た時のことだけど、うん、実は僕、君たちがさっき言った個人の現実から出てくる瞬間を目撃してしまったんだよ。あ、見てたんだ。囚人学園の路地裏に君たちが突然現れてね。坂本くんと高牧さんも一緒だったかな。彼女ひどくぐったりしてたようだったけど。そしてその後に起きた鴨志田先生の改心だ。おまけに君たちは鴨志田先生と深い因縁があったと聞いてね。その時点で半ば確信したよ。鴨志田先生の改心は君たちによって行われたものだろうってね。ああ、そうなんだ。なぜ黙ってた？実はね、僕は学生時代からずっと認知科学の研究を続けてきた。あ、そうなんだ。個人の認知に干渉することで苦痛や絶望に苛まれた人たちの心を救うことを試みてたんだ。でも訳あって、その研究が認められることはなかった。僕は研究を諦められないまま、自分の仮説の正しさを立証する方法を追い求め続けてた。そんな中でちょうど出会ったのが君たち、心の回答団だったってわけさ。心が踊ったよ。君たちさえいれば僕の研究を完成させることができるかもしれない。そう思って僕は君たちに近づいたんだ。今まで黙っていたのは変に警戒されないようにって思ったからかな。これで全部かな。僕を軽蔑するかい？いや、取引だから。取引か。そう言ってくれるとありがたいよ。ちなみに僕としてもこのことは誰にも言うつもりはないから。お、優しいな。信じられないようなら今ここで僕を改心してくれても構わないけど、君のおかげで僕はようやく自分のなすべきことが分かった。今ある現実に抗う。この研究でもっと世の中を良くしてみせるよ。怪盗団の言う世直しとは少し種類が違うものかもしれないけどね。期待してるよ、マルキ先生。正義はそれぞれ、自分も頑張る。うん、君はいつだってまっすぐで自分の中の正義を見失わない。そんな君と出会えて本当に良かったと思ってる。根性の別れってわけじゃないけど、今まで本当にありがとう。こちらこそ。お、我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを血盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、古文館の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。やりました。ここでランクアップするんだね。ウェイクフルネス。よし。何が解禁されるのこれ。よし。ウォフマナフ。僕は僕の信じた道を行く。いつかはこの道の先で君の助けになれる時が来るといいな。たとえ望まれてないおせっかいだとしてもね。おっと、もう昼休み終わりか。時間切れみたいだ。またどこかで会えるよね。きっと会えるさ。だね。あのさ。ん？いや、お互い頑張ろう。あ、どうしたの？またね。え、何言いかけたんだろうな。さあ、今日は予告状出す日だね。かいちゃん相変わらず荒れてんだけど、いよいよ明日だな。みんな覚えてんだろうな。結構日な。バッチリだ。
予告状は今日出すんだよね。もう今日しかない。今のところ警察に動きはないが、そろそろ限界だろう。ギリギリまで待って、まこちゃんのお姉さんを焦らせてかって話だったよね。今日がベスト。ルプランに集合。マスターが貸し切りだって。コーヒーとかもおかわり自由だよ。あ、本当に。って、普段からガラガラじゃね？失礼だ。そうだぞ。隠れ家的名店ってことにしておこうよ。そうだそうだ。予告状どこに出すって話だよね。でもこれだけ騒がれてるといたずらって思われない？僕がサエさんのデスクの上に置くのは顔パスで行けるし。やめた方がいいぜ。お前しか入れないルートじゃ足がつく。私がやるよ。家に届いたってことにする。確実で一番リスクが低い方法。あ、なるほどね。何を聞かれても知らないで押し切るから。それじゃ誠が。どうするリーダー、誠に任せてみる？いや、任せよう。それしかないのかな。大丈夫だよ。危ない橋なら嫌ってほど渡ってきたんだし。じゃあお願いするよ。引き受けてくれてありがとう。その分僕も頑張らなきゃな。じゃあ侵入場所は裁判所の前で、集合時間は18時でいいな。了解了解。いつも通りね。じゃあ明日に備えて解散。何も聞こえない。よし。いよいよ明日だな。あとさっき誠が話してくれた通り、みんなで決めた作戦をやるだけだ。なんだこれ。とにかく。なんでしょうね。あと渡すことができればだな。うまく新島に渡すことができれば。への妬みそねみに我を忘れ、出世欲に取り憑かれたる嫉妬の罪人新島左衛殿。出世のため不正義すら正義と唱える不実、心の怪盗団より。ポストに入ってて。本当によこすとはね。もうバレてないな。罪人でもない私を改心。バカにして、都合の悪い人間を消したいだけのくせに。いいわ、先にこっちが捕まえてみせる。怪盗団捕まえたらお姉ちゃんが取り調べするんだよね、地下のなんとか室で。どうして？ううん、前にそんなこと言ってたから。ええ、そうよ、地下の特別尋問室で。あ、そんなとこあんのか。時間は限られてるけど、絶対吐かせてやるわ。もっと正々堂々行きましょう。顔がすごいぞ。警戒度マックス。そろそろ戻るから。こんな時間だけど部長に連絡した方がいいよね。この仕事が片付いたらちょっと落ち着くと思うの。そしたら二人で温泉でも行こうか。あ、お姉ちゃん、なんか改心させるの申し訳ないな。私ね、お姉ちゃんの味方だよ。誰にも手出しさせないから。変な子。電話。じゃあ私部屋行ってるね。夜分恐れ入ります。新島です。お耳に入れておきたいことが。怪盗団からの予告状です。私宛て。待機？ん？しかも
捜査の指揮権を別の者にって。え？いえ、そのようなことは。はい、承知しました。指示があるまで待機を。はい、失礼します。おや、よーし、外出はやめて明日に備えようぜ。うまくいったと思う。さすがまこちゃん、さすがにちょっと緊張するよ。ビビってへますんだよ。じゃあまた明日。黒、作戦を復唱したまえ。さっき話した通りだよね。俺たちの未来が決まる戦いだ。万全を期したい。目的はサエさんのお宝奪取。集合は裁判所。時刻は18時だね。グッド。最後にリーダーが一言。大胆にやろう。いい信頼関係だね。僕も全力を尽くすよ。さて、失敗は許されないぞ。明日は大仕事だ。気合い入れていこうぜ。了解。行くぜ。なるほど。明日のために潜入道具を作って寝ましょう。まずこれ6個作る。そしてもう1個作っておく。スタンガン。そうだな。さあやったね。いいぞ。さてと、今日はもう寝るとするか。結果日。いよいよだね。マコト、予告状の方は。お姉ちゃんに見せたわ。私がこの手で、目の前で。マコト。気持ちはわかるが、下を向いてはいられないぞ。ああ、はっきり言って、今回しくじったら、俺たちは終わりだ。居場所なくなるどころじゃねえ。命だって取られかねねえ。大丈夫よ。私だってお姉ちゃんのこと絶対救いたいから。ドイツも覚悟は決まったな。うん、終わりよければ全てよしだよ。やってやろう。今までいろいろあったが、気づけばすっかり頼もしいチームに育ったな。よし、長官、怪盗団のラストゲームだ。出発の合図を頼むぜ。準備はいいな。ショータイム。ショータイム。さあパレスに侵入。さあ一気に行くぞ。マコト入れとくか。ジョーカー。よろしく頼む。じゃあこのメンバーで行きたいと思います。さあ行くぞ。ハイレートフロア、個室。行くぞ。さあ、お宝まで一直線。行くぞ、支配人。覚悟しろ。お邪魔します。あれ、なんだよ、お宝がね。まんまと来たわね。おびき出すためにわざとか分かりやすく飾っていたのか。なるほどね。まずは褒めてあげるわ。本当にここまで来るなんてね。宝が欲しいな。おお、開いた。あの先にいるってことか。やってやろう。行くぞ、ショータイムだ。このエレベーターの先か。いいかい。レッツゴー。よし、もう着いたね。でかっ。今度はどんな勝負です？何出してきても勝ちますけどね。
私を追い詰めてるなどと考えているのなら、それは大きな誤り。ここなら思う存分暴れられるから案内してあげただけのこと。お姉ちゃん。お父さんが殉職した時、犯人を心底憎んだわ。正義の殉職って言えば美談だけどね、残された方はたまんないわよ。私がどれだけ苦労したと思ってるの。僕の買いかぶりすぎでしたかね。もっと高尚な言い分だと思ってましたけど。まさに暴走。こんなの間違ってる。正義は悪に屈してはならない。私は勝たなければならないの。ただの独りよがりだ。どちらが正しいかは戦って決めればいい。ほう。おっと、ルーレットか。ただ力をぶつけ合うなんてこの場にふさわしくないわ。何をしてくる気だ。もうコインは関係ねえ。ルールなんざ付き合うかよ。いいえ、あなたたちは従うしかない。すぐに理解することになるわ。今のは来なさい。救うんだろ。最大限に注意してかかれよ。了解。正々堂々行きましょう。よし、行くぞ。ペルソナ、煉獄の翼。全然食らわないんだけど。ワンショットキル。メガトンライド。グレイダイン。ルーレットタイム HP をかける。減るのこれ。勝負をしましょう。もちろん暴力行為は禁止よ。ルールは守ってもらうわ。だから今さらルールなんて従うわけないだろ。構わないわよ。そういう人にはペナルティを受けてもらうだけだもの。ペナルティ。ルーレットしないとペナルティらしいけど、どうする。ペナルティなんだろうな。打ってみる。ならペナルティを受けてもらう。ルール違反には罰。おっとやべ。これがペナルティ。ルールを守れない者には容赦しない。それが社会というものよ。てか誠の武器やばくね。ジョーカー体力少ないよ。注意しろ。了解。じゃあガードするしかないんだ。ガード。ギアラハン。やるわ。あなたにはボールがどのポケットに落ちるか予想してもらう。さあ、一度目の勝負の時間よ。どこにかけるか選んでちょうだい。十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き入れないだろう。ここは素直に従って、まずはイカ様の証拠をつかむことにしないか。了解。どのボールに入るか予想してください。敵味方に様々なボーナスが適用されます。難しい予想を的中させるほど適用させるボーナスの効果も上昇します。さあどうかけるの。見返りは少ないが安全に。赤と黒どっちにかけようか。赤だ。選んだ。なら結果を見てみましょう。頼む。
赤に入れ。おっしゃ。え、あ、ちょっと、ま、なんか光ったぞ。ウィー、やはり負けてしまったか。何か分かったか、ジョーカー。イカ様を見抜けた。本当か。どういうイカ様だ。ガラスで蓋がしてある、これだ。なるほどな。確かにボールが一瞬浮いたような動きをしていた。舐めた真似を。なら言い逃れできないようイカ様の瞬間を抑えてやれ。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃するんだ。誰に狙撃させるか指示出しを頼んだ。彼女のイカ様を暴こう。誰に任せようか。僕に任せてくれ。必ず命中させる。この銃でもなるべく近づけば。私ならいつでもいけるよ。じゃあ明智、僕に任せてくれ。必ず命中させる。よろしく。任せてくれ。正々堂々行きましょう。ルーレットタイム。スクリーンの映像が変わってる。あ、お金をかける。毎回賭けの対象は変わるってことだな。お、ありがとう。ガードしとくか。派遣者が狙撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあベッドの時間よ。さあどうかけるの。んじゃあ手堅く、いや見返りは多いが危険を犯す。安全に行こう。さっき赤落ちたから黒にしよう。今度こそ予想が当たるといいわね。頼むぞ明智。来た、勝った。6000ばらまいた。なに？やっぱりジョーカー。よっしゃ。何が正々堂々だ。思いっきりイカ様だったぞ。このひきょうもの、何黙ってんだ。なんとか言え。うるさい、黙れ。おや、うわ、やべ、正体現してやがったな。お姉ちゃん、イカ様、卑怯な勝負。黙りなさい。ここを私の世界よ。私がルール、私が全て。この世界の勝者は私一人だけでいい。それでも抗うというのなら絶対的な正義で叩き潰してあげろ。これがお姉ちゃんの本性。そんな、ようやくいつもの殴り合いだ。頑張れよジョーカー。了解。なんだ、え、属性。これはルーレット版が変化した。これならどうかしら。ルーレットタイム。あ、攻撃力元に戻った。比較できない戦闘力だ。油断するなよ。了解。空見で受けてみろ。ペナルティないよな。最大。あ、攻撃元に戻っちゃってるからあんま食らわないね。コーガオン。プレイダイ。どこに入るこれ。これ属性が来るってことかな。わ、炎。私の正義は示した。燃え上がる怒りで悪を裁けと。くれ。おっと、火炎属性の攻撃が来そうだ。気をつけろ。そういうことか。なんかないかな。
どうするこれ。マハタルカじゃ覚えてるやついないんだよな。じゃあここは新しく手に入れたトール、こいつはねコンセントレートを覚えております。コンセントレート、そしてアイテムのマハタルカジャが発動する、これ使います。でこれでメガトンレート、あレジストか、深いメディラーマペルソナ変えるぜ、いくぞ煉獄の翼。あレジスト全部耐久かな、そうっぽいね。メディドラさっきレジストじゃなかった気がするんだけどな。メディアラ、メディラマットか。感謝する。ありがとう。おう。痛いんだよな。コンセントレート。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ジオ、スタンガンちょっと撃ってみるか。使うからね。もしかしたら感電するかもしれない。しないか。他は空気砲とか全部レジストっぽいな。氷結、氷結弱点、いや氷結には耐性がない。なるほど、アギは多分吸収か。じゃあ春をユウスケ頼んだ。ブフライン、いいダメージ、メギドラ、ここはペルソナで、マハラッカジャ、これならどうかしら。お、またルーレットタイムか。行くぞ、何食らわすか。メギドラ覚えてるやつ、いくぞメガダン、メギドラ、おいダメージ、マハスクカじゃ覚えとくか、やっとくか、いいね、からのメギドラ、プレイダイン、そのためなら何をしたっていい、勝てば冠、そうでしょ、私はどんなことがあっても勝ち続けなければならないのよ。お姉ちゃんどうして、どこに入る、あ万能属性、なんだ、な、何、私は正しい、正しいの、だから勝者でいなければならないのよ。邪魔する奴を叩き潰してあげる、私の勝利を邪魔する。お、カウンターしたか、こんな勝ち、いってペルソナ、メギドラ、メギドラ撃ってた方が早そうだな。ブフダイン、いや属性変わったのか、ああなるほどね、何もなくなったんだ。じゃあ攻撃しておく、エイガオン、これで回復でメディラマ、ナイス回避、メギドラ
ウフライン映画音フレイダイン。これであとちょっと。おっとクリティカル当たってる。おあ気持ちいい。サマリカー持ってるやついたっけ。やばいいない。やべえな。よしこうなったら蘇らせるしかないか。起きろ。名誉挽回を約束する。オッケー、ユースケ、決めろ。ムフダイン終わらせろ。メガトンライダー、よし、ナイス。ダメージ444になったぞ。やったか。さあ、レベルアップ。よし、レベルアップ。意外とあっけないね。ヒートライザーゲットしましたね。ただこれの上位スキルカード持ってるんでいらないかな。乾杯ね。お姉ちゃん、シャドウにそこまで。黙って。すまない明智。俺らお宝探してくるわ。もう頼んだ。まこと、法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。怪盗団だってそういう意思で動いてる。でも手柄のために強引な捜査をしたり、真実をねじ曲げようとしたり。ねえ、検事になるって決めた時の気持ち思い出して。それがお姉ちゃんの正義でしょ。まこちゃん、私の正義思い出して。昔のお姉ちゃんを。私は飯島さんもお父様もそう。何がきっかけで変わっちゃうの。確かに欲望が原因といっても、歪んで偏った思考に陥るなんて本人の知らない原因でもあるのか。あったぞ。お宝。これで捜査が正しく動く。君たちの容疑も晴れるだろう。君との取引、いい経験になったよ。探偵の僕がまさか回答なんてね。今後も続けるか。まさか君も僕もこれっきりさ。そういう約束のはずだよ。忘れてないよね。長居は無用だぜ。さあ脱出だ。平気か。大丈夫、行こう。あ、敵の反応、いつの間に。え、なんで。外に集まってきてる。マジか、どうなってやがる。なんて数だ。やばくない。主も倒してお宝まで取ったのに、シャドウたちのざわつきが収まらない。どうなってる。何か起きてんのか。まだ来る。放っておくと危険だ。うわわわわわ。とにかく動くぞ。すぐに黒服がなだれ込んでくる。囲まれたら終わりだ。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。別れて逃げないと。でもそうなるとおとり役が必要に。ダメ、危険すぎる。みんなは先に行け。ここは俺が。ジョーカー、あなたまさか一人でおとりをやる気。よせよクイーン。こいつ無口だけど一度言ったら聞かねえんだ。死なねえだろお前なら。無茶しないでね。任せろ。帰ってこなかったら許さない。
我が輩との取引の途中だからな。さっきより集まってきてる。まさに後ろ髪引かれる思い。急いだ方が良さそうだ。また後で。またね。